2021年3月以降に延期となった JLPGA のプロテスト。いつも以上に激戦になることが予想される夢への道。そんな舞台に挑み、プロテスト合格を目指す8人の女性ゴルファーの歩みに密着。やりきろうって思う。最終まではまあ絶対行きたいな。まずは本当にプロテストを合格して、賞金女王になりたいけど、好きなゴルフでお金を稼ぎ幸せだなって思います。いやもう絶対受かりたいですよ。早く報告したい。やることに対してやっても無理じゃないかみたいな気持ちがすごいあったんですけど、今はもう、はい、頑張ろうっていう気持ちは強いです。めっちゃ通りたかったので、超悔しかったので、私絶対通りたいなと思ってます。そのやっぱり今年次第で、その全くダメだったら今年までなのかなっていうのは。プロゴルファーっていう資格がある人とない人じゃ、なんかもう生きてる心地がしないです。自分の今の立場がほんまに嫌です。結果を出してスパッとやめようと思って、山口百恵みたいな、今やめるとみたいな。ゴルフクラブそっといて。激震女子の中でも1、2を争う飛ばし屋鬼氏、実力はありながらプロテスト合格の壁を越えられず、今回でテスト挑戦は5回目。突破口を見出すため、ある人物に弟子入りを志願した。その人物とは、成田美鈴や新井ララなど多くのトッププロが支持する井上徹プロだ。井上プロは現在鬼氏と同年代で、同じくテスト合格を目指す選手を指導している。そんな井上門下生が集まる合宿が茨城県シズヒルズカントリーで行われた。茨城県シズヒルズカントリークラブ、ここで井上門下生が集まる合宿が行われた。フェアウェイキープも、なんか、何？パーオン率も、パーセーブ率も、全部。そう、スイングはいいじゃん。だそこいいの、そういうとこだよね。ゴルフってすごい難しいのはさ、スイングがいいぐらいでテスト受かんないんだよね。そんなので受かるんだったら簡単なんだよ。そうじゃなくて、ゴルフが上手いか下手かっていうのを決める、他の別の要因があって、スイングが見た目がいいとかだけ、で極めて判断されやすい。この子は才能ある、なぜならスイングが綺麗でいい球打つからってなりやすいじゃん。ゆりなんかもうそういうタイプじゃん。昨日のシズヒルズ、楽しくは見ないですし。いや全然ですよ、マジで全然。なんかもうショックですもん。自分の気持ちの中ではそうでもない、なんかそんな下手じゃないと思ったけど、ゴルフはデータ見たら下手だなっていうのがすごい。私パー4下手です。 4.5 なんですよ。でも井上さんは1900何年から今までのパー3の何ですか、距離、一番多い距離
何ヤードぐらいだからじゃあ必然的にその距離を練習した方がまあ効率がいいじゃないですけど、なんだろう、試合のための練習ができるよねみたいな。井上さんってそんな感じでしたから、もうデータを全部出してデータに対してじゃあ何を練習するっていうそこを明確にしてやりましょうみたいな感じ。いやまあ飛んでるよね。飛んでないことはない。16.2 度の打ち出し角でこのスピンの量だといいわけ。高弾道で低スピンだから。で弾道が上がらないで低スピンになっちゃうと保持ちゃう。おお。なんか一段ギアを上げた。実測は220。このアゲンストで。これスピンは本当は2150ってことね、うん、飛びましたもんジャンプした気合が。各選手に対して具体的な数値を示し自分たちの技術の現在地を教える井上プロ。ヘッドスピードが速い、まず、41を切ることがほとんどない、ほとんど250だもんね。間違いなくツアーで平均より飛ぶ。スピードそのものはまだ40いってないけど距離は出てるよ。ほら210超えてくれば何しろいいよね。頑張ります。しかし一方で上手です。え、よくない。うん、当たりよくないね。細かいことは気にすんなよ。振れば当たるよ。LPGA のアメリカツアーのメジャーのゴルフ場でラウンドしてて、めっちゃ難しいショットで、私池に入れたんですよ、右の。で、ナノミスなんでですかねみたいな、たまに出るんですよねって言ったら、え、そんなこと、え、何考えてんのみたいな、うん、めっちゃ言われました。私はなんでですかねって聞いたらその答えに答えてくれなくて、だからもうたまに出るミスに対していちいち反応すんなっていう感じ。なんか昨日も言ってたけど、10球中その球が10球出るようになったら言えみたいな。そしたら本当の君の問題だと。うん、だからそのたまに出る、たまに10球中1球、2球、3球、右行った、左行ったとか、そんなの気にしてたら、その気にしてるがゆえのミスがまた出るみたいな。確かにこれまでの大西はこんなんなってたこうなってる、下が左に行ってる、腰が先に出ちゃうみたいな、多分こう。あで、起き上がってなんか細かな欠点を探してはそれを克服することに頭を悩ませていた。一番最初は恐ろしいほど能力が高くて考え方が悪いなと思いましたね。持ってる球を打つっていう技術そのものに関しては全くもってそのシードの中心選手とか遜色ないレベルにはいると思います。その才能を殺さないために井上プロは尾西に教える情報、伝える情報に関して細心の注意を払っているという。プロテストに受ける子たちはかなりピークに近いからそこにいるんですね。でそういう選手を指導する場合、その練習量とかスイング改造とかで良くならない場合が多いんですよ。情報量が増えることすら悪になる可能性が高い。なので僕は彼女にかなりの情報制限をして、意味があることだけ、必要だと思うことだけをまあ、提供するって感じですかね。さらに井上プロは尾西に対してこんな指示も。自分のスイングは見るなって言われてるし、スイングチェックとかしなくていいって言われてるし、なんか情報はもう入れなくていい、うん、映像を見るとこういうスイングになりたいっていう
そのこういうスイングになりたいっていうことが目的になっちゃう場合が多いんですね。なのでゆりには見るなっていうふうに、その見ることによってアラを探すっていう性格を持ってる子にはもう絶対見るなっていうふうに言いますね。もうすごい性格です。それ要はいつ見ても彼女は素晴らしいスイングだし、それが例えば1ミリずれていても素晴らしいスイングには変わりないんですよ。まあゴルフってそのスコアができる要素ってかなりたくさんの要素、うん、要因があって、そのゴルフスイングっていうのはものその中ですごい小さなファクターなんですね。なのでそこにこう自分がフォーカスを当てすぎてしまうことによっての弊害っていうのは とんでもなくあるんですよ。スイングの欠点を気にしないようにするとコースマネジメントやメンタルなどミスが出る時の本質的な原因が見えてくるという。ちょっと嫌がったね。まあしょうがないよ。ああ嫌がっちゃったな。です いいよ。大概のことは気持ちでなんとかなる。ほとんどの選手は素晴らしい才能を持っていて、自分の才能を発揮しないできない子が 99%。 僕らの仕事はその子たちの力を発揮することなので、なんかこう能力を伸ばすみたいなことはできないんですよね。あるものを全部出させてあげて、なるほど、それが大事な局面でできるようにするっていうことが大事、まあ、指導なんだと。なのでまあそのためには多くのことは気にしないことの方が大事だったりするわけですよね。鬼師自身考え方を変えることで徐々に本来の力を発揮し始めている。いい球。うまい。それはうまかった。いいな。少しずつ変わってきたんじゃないですか。まあ今彼女ね、自信にあふれてるじゃないですか。あの感じでいければ受かると思います。合宿数日後、マンツーマンで井上さんのレッスンを受ける鬼師の姿が。今何を気にして練習してるんですか。止まる球ん15ヤードに落として5000回転ぐらいスピン。その数値だと3ヤードぐらいで多分止まるそうです。一番上のやつがキャリーですね、はい、でここが回転数なんですけど、うんうん、その比較的そのキャリーが出てランが少なめのアプローチっていうのを意識的にこうデータも示しながら練習してるっていう、うん、でかつては女子プロはそのスピンショットとかロブショットを打たない方がいいとまで言われた時代があったんですね。要はもっと優しいところに外して、アプローチパターで勝負だからグリーンの難しいサイドに外すからいけないんだみたいなね。でもツアーがハイレベルになってくるとリスクを犯す重要性が出てくるんですよ。でかなりここ10年こう女子ツアーのレベルがハイレベルになってきたので、その以前のように安全に攻めているだけだとじゃあ例えば20位になっちゃうっていうことが起こるわけですよね。でみんな勝つことが目標なこうすごくこうマラソンで言ったらすごい速い選手たちが一緒にいるから
じゃあその中で誰が突出してその勝負をかけるんだ、スピードを上げるんだっていう勝負になってきちゃったから、ここに耐えられるそのショートゲームっていうのっていうのは、以前求められたそのピッチエンドランとか優しいところに外すっていう、そういうマネジメントじゃないんだっていう。なるほど、変わってくるんですね。うん、でそこをちゃんとデータ見ながら意識づけて練習してる。今10っていうところを狙ってるんで、かなり10っていう数字がフォローして並んでるでしょ。この基準点ができてから他のこう距離をこう打ち抜いてくるっていう、結構僕の好きな練習。だからまあ基本的に必要な数値は全部今与えてるので、淡々と練習して。じゃあ15ヤードぐらいいってみて、そのまま15。いいよ。今一定の距離で打ってた。今度15、2球いって、20いってみなさい。15いって、OK。じゃあ次20。20超え出すと、クオリティがマジで下がります。うん、20のスピンショットってあんまり使う状況ないけどね、ないけど、とりあえずやっといた方がいいね。だからエッジから20ヤードでもあるか、ロングのサードショットでは全然ありえるじゃん。例えばバーン近くまで行きました、ヘアウェイライがいい、でもピンが手前って言ったらさ、ある程度スピン効いた20ヤードとか打ちたいでしょ。だから状況考えればありえるよね。だからこの辺の距離感がしっかりしてくると、ロングでのバーディーダッシュ率っていうのがかなり上がるじゃん。例えば林から脱出した時のパーセーブとか、波に乗ることとかもできるじゃん。ちゃんとしっかり30ヤード以内の今のスピン系のトレーニングをちゃんと積んだ方がいいね。毎回距離変えてみ、5、10、15から1球ずつ、そうそうそう、で10、言ってるよ。え、15。はい、20。はい、25。カラス。まあ、多分これからの時代ってね、みんなができることをできるのは普通の時代なんですよ。普通の選手じゃ勝てないですよね。だからこういうのって意外と女子だといらないって言われてた技術ができるのは普通じゃないね。男子的な普通じゃない選手じゃないと生まれないです。練習を続ける中、井上プロには一つ気になることが。なんかクラブのさ、これなんとかなんないのって、してる途中なんです。これはやっぱりちゃんとバシッと揃えた方がいいよね。実は現在、尾西のセッティングにはスプーンとユーティリティが入っていない。クラブのこだわりは絶対なきゃダメなのね。なきゃダメなんだけど、意外と確かにないんだよね。なんでないかって、ミスしたのは全部私のせいだっていうタイプだからね。だいたい道具のせいだって言ってる人の方がうまいよね。だからそれは自分のせいじゃないって言ってるのと一緒だから、私のせいじゃねえやって思ってないじゃん。だからクラブこだわんないんだよね。そんな尾西のために、後日井上プロが特別にフィッターさんを呼んでくれることに。成田美鈴などトッププロも担当するフィッターの吉田さん。吉田さんによれば、クラブを増やす前にまずは自分のスイングに合ったシャフトを探ることが重要だという。ゴルフクラブの、芯に当たらないっていうのは9割シャフトだと思っているので、基本的にはそこのシャフトのところからフィッティングを始めないとヘッドも選べないという感じですね。
はい。ちなみに現在使っているのはツアー AD GP の 5S、 中調子で手元が柔らかいシャフト。ちょっと一つお願いは、 M5 の方がちょっとグローレより重たいのでヘッドが、なのでちょっとだけ短く持ってください。全部これは振りやすかったです、振りにくかったです。振りにくいかな。はい、わかりました。どこがやっぱり振りにくいかっていうのを先に覚えてもらった方が、振りにくい振りやすい、ずっと多分振りやすいものを自然と選んできちゃった選手なんで、どういうのがちゃんと嫌いかっていうのを明確にしてあげた方が好き嫌いははっきり分かれてきやすいです。なので、あ、振りやすいものがこうなんだなっていうのはぼんやりも分かってきたので、そこの中でじゃあ振りにくいものがこういうものなんだよっていうのを今自分の体に覚えさせてあげたような感じ。順番とかもすごく大事で、人によってそれも変えます。試し打ちを繰り返し候補として残ったのはフレックス S、 もともとのシャフトより先端がやや硬いタイプ。吉田さんはそのうちの2つのシャフトをまず打ち比べてみてほしいという。1個前とこっちってどっちが振りやすいですか？こっちですよね。見ていいですか、スペック。同じやつ？同じ S と X を打ち比べました。気づかなかった。でも硬い方が振りやすいですよね。はい。はい、なので、そこまでやっぱりシャフトに結構負荷をかけていくタイプなので、硬さがないとダメかなっていう気はします。はい。最終候補として残った4本のシャフトと現在使用中のシャフトで打ち比べ、ベストシャフトを選ぶ。やっぱり、初めて芯付近に当たった。ほら、見て今日一番芯付近に当たった結果 1.47 のスマッシュファクターになって、今日一番距離キャリーが出た。やっぱりこれ振りやすい。そうかもしれない。はい。振ってね。一番最初のよかったよね。そうでしょう。これなんでかっていうと、本当に振りやすいシャフトに出会った時って、すげえ美味しいラーメン食べちゃうと、今まで食べた近所のラーメン屋さんがあれこんなだったっけって感じたっていうのが今の現状です。だからすごく振りやすいシャフトに出会うと、やっぱり今までのシャフトが実はちょっとかすんで見えちゃうのはそういうことです。ということで、はい、シャフト1本決まりました。ドライバー、はい、実は XC の 5X だった。今までは、5S ですね。 GP っていうシャフトの 5S、 同じ手元が柔らかいシャフトなので、同じような傾向のシャフトなんですけど、もうちょっとこっちの方が先端が強くなって、で硬さはちょっと硬くなった。この先調子、中調子、手元調子ってあるんですけど、手元調子のシャフトが硬くなるってことは、そこを硬くしてしまうと手元調子じゃなくなっていくんで、反対側先を硬くしていく傾向にあるんですね、メーカーさんが。なので 5X ってなった時に、先端が 5S よりも
剛性が上がるのでもうちょっと手元は柔らかく感じるっていうところで、もっとより手元寄りに感じてると思います。はい、補聴が本当に合ってたら何も考えなくてもいいじゃないですか。そうですね、でも自分結構クラブに合わせるんで自分の振り感は尊重してなかったですね。ああ、そういうことか、うん、お願いします。次回は激震女子2人が吉田さんの元を訪れ初めてのフィッティング。スティーラーのエボ5っていうちょっと先がトッププロも信頼するフィッターの吉田さんが下に奥深きクラブの世界を徹底解説。だドライバーとか10、20は平気で伸びる可能性はありますよね。BS 富士オンデマンド、大人気のお笑い番組、手に汗握るスポーツ、満たせる知的好奇心、 BS 富士の番組が無料で楽しめます。 BS 富士オンデマンドで検索。